お辛いとかありますか？腰痛、腰がね、はい、痛いんですよね、最近ね。腰が痛い、はい、腰はどうする、どうするの時に痛いですか？もうね、はい、普段から普通に生活してる中で、はい、なんか重いなっていう感じがあるんですよね、はい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 、結構最近多い、そう。ちょっとこう前側に倒れるのと、どこまで行きますか？あ、全然行く、はい、で後ろに反らすのはどうですか？あ、あ、どちらも痛くない。痛くはない。じゃあ側屈どうですかね。そうそう。あ、そうそう、さっき、はい、それでググッと、はい、辛くないですか。ちょっとやっぱ突っ張る感じがしますかね。はい、ね。反対の方向きも。ボキボキ、ボキボキはね。なんか横の伸びが悪いように見えますね。あ、そうですか。はい。結構ちょっと。これぐらいね。全然違う。なんか痛いですね。足が浮いちゃうんですね。あ、やっぱちょっと横が硬いですね。はい、腰が痛いですね。腰痛いです、はい、わかりました。腰、特にどこが痛いですか？はい、普通に今立ってるじゃないですか、はいはいはい、立ってるとやっぱりなんか、はい、あ、重いなっていうのか、重いなっていうのが、立ってる方が、座ってる時とか寝てる時より、立ってると寝てる時は感じないんですけど、お、立った時に感じる、立ってるとあ、重いなって感じます。はい、わかりました。マッサージってお受けになります？そう、マッサージはね、本当に受けないんですよね。だからこの間、はい、あの三浦さん、はい、はい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 、やってもらった、はいはいはい、ハッピーアワーで、はい、三浦さんにやってもらったのが、はい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 、なん本当に記憶にない、人生で初なんじゃないか、ほぼ初なプロの方にね、はいはいはい、初なんじゃないかっていうくらい、はいはいはい、受ける機会が全くない。たぶんこれでいいですね。背中硬いですね。硬いでしょ、うん、やっぱり、はい、プロの方にこう触ったらすぐ分かるんですか？うん、まあやっぱりそれ分かんないと仕事になんないですからね。そうです。腰加減いかがでしょうか？腰加減ね、はい、もうちょい強くてもいいですね。あ、硬いですね、やっぱりね。硬いですか。こういうのってやっぱり定期的にやらないとほぐれてこないですか？なんて言うんだろう、大体の方は、私は結構ほぐせるんですけど、やっぱりそう、維持かどうかっていうことで言うと、やっぱり凝る習慣をされてるので、その辺はやはり治っていかないと、まあ、ほったらかしにしたらまた凝っちゃうっていうのはありますね。だからまあある程度は1回でもほぐせますし緩和するんですけれども、だからといってずっといいっていうふうには多分ならないっていうことですね。で、定期的に増やした方が、あとやっぱいい状態が自分で分かるようになってくると、ケアの仕方とか姿勢が良くなったりとかっていうので、自分である程度なんかこう分かってくると、まあその感覚は伸ばしていくことはできますけれどもね。痛いですかね。いや、もう今の気持ちよかったですよ。あ、ここら辺はどうですか？痛いですか？あ、全然大丈夫。はい。あ、すっごい効く。
足冷えるんですか？足、そうですね、冷えやすいですね。はい、そういうのも分かるんですね、はい、そうですね、あの今こう厚手の靴下を履かれてるので、ああ、そういうところ、そういうのもまあそうですね、まあでも血流、腰が痛い方は血流の痛いも悪いので、足の冷えが自覚があるなし関係なく出てる人は多いですね。いくらいろんな知識があっても、あの感覚が鈍い人は、ね、鈍いことにはちょっと話にならないんで、知識があって鈍かったら感じなかったら意味ないですもんね。そうなんですよね。だからまあ基本的にはやっぱそこは重要になりますね。そうですよね。なんかスポーツでも、はい、あの長嶋茂雄さんが、そうですね、コンピューターっていう勘で、まあそうですね、指導する時もビシッビシッとかって覚えるじゃないですか、はい、ああいう感覚ってやっぱ大事なんですよね。もうそうなんですよね。いくらやっぱり言葉が上手でも、体感を伴わないことにはなんともできないですからね。知識だけあってもね、そうですね、そうですよね。それこそマジックでもだったりじゃないですか。そうやり方が分かってても上手にできないかどうかは、できるかできないかはね。演じ、一つのマジックによっても演じ方がね、うん、やっぱ人によって違うから、うん、そうですよね。見え方が違うと全く違うマジックになっちゃうんでね。ああ、そうなんですね。そういうのもまあ面白いっちゃ面白いんですけど、ところはね、感性って大事ですよね。感性は大事ですね。どういうところをお客さんが求めてるのかが分からなければ、単にほぐせばいいとかいうもんでもないですしね。やっぱこう話しながら、そういうのをなんか探りながらっていうのもあるんですか？なんか、いや、まあやっぱりそうですね、いろいろ話、お話しさせていただくことで、あの、まあ、理解が深まるというか、あの、あ、だからここが凝るのかとか、あ、話を聞いて、え、そうですね。そうか、そうか、そうか、あの、ご自身でも言ってるうちに、そういえばその時から痛かったのよとか、あの、やっぱり無意識になっちゃってることをこう話によって引き出してあげる。そうですね、引き出してお互いそれで理解したりとか、じゃあそういう理屈でこういう風になってるんだったら、こういう方向に持っていくことが、あの、必要なんじゃないかとか、効果的なんじゃないかとか、ね、解きほぐしていく、解きほぐ何、言葉で、そうですね、まあ、そうですね、その解きほどくか、聞いて、そうですね、その、そうですね、糸口をまさにそのほどいていくっていうか、うん、それはあります。そうそう、だからよく俺、うん、これ使えるかどうかわかんないですけど、マジシャン仲間でも話すんだけど、はい、マジックってただ演じていればいいっていうわけじゃなくて、はい、技術だけがあればいいっていうわけじゃなくて、はい、なんかそれ以外の演出とか、構成とか喋りとか、そういうのを総合的に全てを合わせてマジック。あ、だから多分技術だけ高くてもしょうがないっていうふうに、そうですね、そうですよね。マッサージ師さんもそうじゃないですか、技術だけあってもトーク力とか、そうですね、それから引き出す力とか、そうです ね、 ね、 あの、あと 手もあるんですよね。手がいい手悪い手ってあって、まさにだから、その同じことやっても感動されたりされなかったりってあると思うんですよ。やっぱりこう気持ちのいいって、だから言ったら、なんか冷たくてベタベタしてるところの手ってダメじゃないですか。なんかふわっとさらっとあったかくて、気持ちになんかいつまでも触っててもらいたいような手とかあるんですよ。やっぱなんか包み込むようなとか、こうまさに今やってもらってる魅力屋さんのようなですね。いや、私の手がそんなに高い点があるかわかんないですけど、いや、もうそう感じますよ、ね、あ、本当ですか、ありがとうございます。なるほど、そういうのもあるんだ。そうですね、あの、やっぱり結構骨張ってる手とかは嫌われますね。へえ、うん、骨張ってる手っていうか、
動きが硬い、滑らか、その肉厚であることとかもそうなんですけど、なんかそのタッチの加減とか動きの滑らかさとか、そういうのもやっぱり、これなんかマッサージなんかほとんど受けないからあれですけど、たくさんの人にマッサージ師の人にやってもらってる人はそういうの感じたりするんですか？あ、もちろんそうですね。だから、もちろんそういうことで指名したり、逆指名って言うんですけど、この人以外でよろしくみたいな、場合によって嫌われちゃう、あれちょっとこの手嫌だなみたいな思われちゃうってこと。その手なのか、まあ、本当にそれこそいろいろじゃないですか。声も癒しに必要な要素って、そうなんですよね。匂いでもね、あのその持ってるオーラとかさ、オーラとか ね、そのなんか声とか、喋り方とか、総合的なもので合う合わないとか、そうなんですよ。なんかどこが嫌なんだかわかんないけど落ち着かないから嫌だとか多分こう本当に人のあれなので、すごい距離が近いですし、だからやっぱり好かれたり嫌われたりはどうしても、そう考えるとすごい深いですよね。そうですね。だからそれこそ、あの技術とかも全然ないはずなんだけど、あの指名の多いね、まあ、例えば若くて明るい可愛い女の子だったらあの子がね、あのいるだけでもういいんだよみたいなね、こともあるし、なんかもうそうなるよ、マッサージと関係ないから関係ないようですけどまあでもやっぱ、まあね、この近い距離で触ってもらうっていうのがあるので、まあ絶対それはどうしてもこう、そのなんていうんですか、人として好かれるかどうかっていうのには関わってきますよね。好き嫌いでどうしてもありますか？ありますからね。いくら腕が良くてもね。しかもやっぱりお金発生してるわけだから。そうなんですよ。やっぱり気持ちよくやってもらいたいっていうのがありますから、ね。そうなんですよ。自分がいいと思う人にやってもらいたいってあるので、まあ、当然顔とか、そういう、まあ、容姿っていうものも、まあ、まあ、いくら容姿が良くてもね、気持ちよくなかったらダメだと思うんですけど、さすがにさすがにね、なんかやってもらったとき体逆に痛くなってるみたいな話になりますけど、それだとねやっぱダメだと思うんですけど、なんかある程度の技術を持った上でってことですね。そうですね。そのある程度並んでるような感じなんだったら、じゃあ見た目が好きな方がとかわかりますからね。いい感じですね。やっぱほぐれてきましたね。ご視聴ありがとうございました。今日の動画はいかがでしたか？あなたのご意見ご感想をコメントにお願いします。気に入りましたらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。チャンネル登録をすると動画が見つけやすくなりますよ。 If you like, please subscribe。 それではまた。See you!